残念ながら本日は曇りのため富士山が全く見えない状態でございます。広瀬ダムになります。すげえ、天気もね晴れてきたんですが、今帰ってるところでございます。あそこが仮坂トンネルの出口になります。今はもう1台行きましたね。そこから出てくると埼玉県になります。逆にトンネルの向こうはもう山梨県になりますね。ここでこのトンネルを通ってきたですね。滝沢ダムに来ました。すごいです、広さがすごい。なんじゃこりゃ。ちょっと歩いてみましょうね。先ほどのがちょっとダム詳しくないんでよくわかんないんですけど、表裏なのかな、裏になるの。ここ今せき止めてるところなんですけれども、すごいですね本当に。これは下見えません、全然。ダムの長さが424メートル、ダムの高さが132メートルですって。ここで発電ダムっていうのは何この放水して発電するんだ。それが水力発電なの？よくわからんけど行ってみましょうか。いやすごいんですけど見てこれ、階段ガーガーあるよ。これ何メートルぐらいのあるんだろうな。分厚さとしては10メートルぐらいあるのかな、横幅。この歩くところね。いやすごいわ。はあ、これ本当によくダムができたら町が1個潰れるとかって言うけど、本当にこの広さは潰れますね。本当にちょっと規模が、だってこれ分かりますかね、あの鉄塔、鉄塔ってだってあんなちっちゃいんですよ、こっから見ると。そんぐらいの規模なんですよ。はあ、いやーびっくり。先ほどの階段なんですけれど、ぐー
ゾンビってこうなります。あそこがダムの放水するところ。怖っ。はい、受付をしてダムの内部に入れるみたいです。すごいな、響いてんな。でエレベーターがあるのでこれに乗りましょう。やっぱり暑い時は膨張して寒い時は収縮するんですね、縮むんですね。 13.6 度だって。なんかこういろいろこの辺で撮れる草花とか写真とかが展示してあります。いやめちゃくちゃ寒いこれ何なの、水なのか。寒っ。夏来たらすごい涼しいと思うよ。行ってみましょう。はい、扉を抜けた先にはこのようにループ橋が見えます。でダムがガーありますね。はい、先ほどあそこをこう歩ってきたんですね。でこうダムの下ではないのか、中腹に来ました。で多分あのここですね、ここから出ると思うんです、水が。で下に溜まるようになっています。で反対側も取っておきましょうか。反対側もっとさらに、下にありまして、このように流れています。いやーすごいわこれ。でこちらがループ橋となっております。はい、近年ですね、近年といいますか、私のねオタク友達もですねダムに魅了されてダムカードを集めていたんですが、その趣味がちょっと私には理解できなかったんですが、確かにこうそうですね、規模がもうすごいので、この雄大な自然、創造物ですけど大規模なものに圧巻ですね。で先ほどあのほらあれ階段よ、あんなになってんの、あんなちっちゃくなってるわけですよ。いやーすごいですね。はい、というわけでそれでは帰ります。こちらこの間テレビで見た、お店だったので、ついでなので寄ってみました。肉屋とこちらが焼肉屋で、昼はランチでわらじカツを出しています。夜は焼肉屋になって、こちらがラーメン屋さんですね。